主な移動ではバス路線のルート再編など持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け局長より上位の理事に都市整備局長の平沢重幸さん総務局長に市民生活局長の中原貴美さん市内に整備を検討している新しいアリーナ構想を担当する市民生活局長に市民生活局次長の岩田修さん 岡山っ子育成局長に政策局次長の江波義太良さんなどとなっています。気候改革では、市内への移住・定住を希望する人たちが親しみやすいよう、移住・定住支援室を岡山暮らし推進室に名称変更します。また、課長級以上の女性管理職は74人で、 全体に占める割合は18.6%と過去最高となりました岡山市の人事異動の発令は来月1日です